どうもエルザです。それではラストオブアスパート2やっていきたいと思います。あれ、これもらったか。ああ、矢はまだ回収してない状態だね。さて行きますか。いやね、ちょっとね、データ今の何、データがね、巻き戻りすぎてて、もしかしたら今回アイテムがあったりなかったりとか取り忘れが出てくるかなと思いますんで、ちょっとその点はご了承お願いします。うわ、やば、今のってトミーだよね。ん、いたね。ねえ、とりあえず隠れておいて。こう考えると匍匐は優秀だね。1、2。一応二人か。やっぱいきなりかい。緊急回避。危な。あれバレるか。それはそれで辛い。一旦回復しといて。まあ、完全にバレないっていうわけではないって感じだね。壊れはしない。ここは入っていく感じだね。開けれないから、まあさっきのところだけか。うん、行こう。カード発見。さ、青木佐藤、日本人か。へえ、日本人キャラいたんだね。
ヨランダへ、すまねえ。ある日の世話はもう続けられそうにないと。ウルフの奴らは君の言った通りだ。蓋を開けてみれば軍より立ちが悪かった。それにしても町の人間が裏切るとはな。ウルフが私の愛するソフィアにしたことを全員見ていたはずなのに、譲歩しろだと。復讐は果たされるべきだ。あいつらも協力すべきところは、逆に私を陥れようとした。だから先手を打った。毒を持ったんだ。一人ずつ死なずに眠る程度。あー、ガレージに運んだってことは、ガレージにいっぱいいた人たちはこのボリスっていう人だったんだ。でもこのボリスは噛まれたみたいだね。あー、やば。あそこに人がいっぱい入ってた意味がやっとわかるってことだね。ガレージにね、セール、秋の節約セール。あー、何もなさそう。ここに打ってる。うおー、ボリスかこいつ。やばいやばいやばい。これが犯人か、さっきのボリスか。マジか、いってー。でも弓持ってるー。よし、使えそう。さあ、矢の作り方を変え。ああ、矢作れるんだ。へえ。あ、めっちゃ重宝するやつじゃん。いや、とりあえずまだこの状態で。それと入れ替えなんだ、ライフルとね。マネキン、こういう使い方もあるか。限界まで引く。オッケー。ヘッドショットした矢は回収でき、やばいやばいやばい。これさ、何も触ってんのにこんだけブレるのよ。あー、ってことは、待て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 、あのね、これちょっと使い物ならんわ。あ、この息を止めるって結構重要だね。ねえ、もう一人侵入者がいるよ。女だ、見かけてない？いや、男なら近くにいる。くそ、敵は二人だぜ。あの煙は何なんだい？トラックを吹っ飛ばされた。なんでそんなことに？うるせえ。4人さっさと侵入者を見つけろ。うわー、どうしよう。ワンちゃんいるし、
そこ。交差してどうなるかだよね。離れてるのが一人いるね。あっちもワンちゃんか。それじゃない。犬が強え。犬が強えな。四角ね。難しいね。はあ、無理。多分こうなるとそうだね、これでワンちゃんが機能しなくなるんだったら、先に飼い主仕留めてワンちゃんって感じか。いないよね。
正面ないけど。いや、正面いた。すまんねえ。あとは、いや結構の数いたよね。中上2人か。バレるもんだけどな。で、次、上かな。いや、ほんと危ねえよ。サイレンサーを作りましょう。で、強化しといて。よしよしよし、これでちょっと一人、あ、ワンちゃんも動き出したか。意外と。よし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 。おい、
そしたら、ちょっと待ってあ、使おう使おう、ガンガン使おう。そういうことできるのね。よしよ、ああつらい。ああつらい。しかも、ああ弓はいいや。あの女、私が行く。デイルすぐ来るでしょう。犬は柵越え的なのしないのか。
来ないね。ここから逃げた。絶対に逃がすな。探しても無駄だよ。一応片付いた？これで。いや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 、強すぎよ。いや、てかワンちゃんがめちゃくちゃ厄介。ちょっと物資回収しよっか。この調子でか、これでいくと物資が圧倒的に足りずにやられる。よし、それじゃあ回収完了したんで進めていきましょう。消費する前提だったんだ。この辺りを探す。あー、降りてきた。たーね。たった一人になんでみんな駆り出されてるんだろう。学校とテレビ局でやられたからだよ。あれスカーの仕業でしょ。もしかしたらスカーの仲間かもね。気を抜くんじゃないよ。左。見つけたって。私たちも行く。女がこの辺りにいるんだ。やめときな。ほら、こっち。うそー。いやいやいや、よっけえな。いっ、あ、ワンちゃん強いんだよな。いや、マジで。みんな駆り出されてるんだろう。学校とテレビ局でやられたからだよ。あれスカーの仕業でしょ。もしかしたらスカーの仲間かもね。気を抜くんじゃないよ。ナイス、アレックス。返事しな。あぶねー。
サイレンサーもあと、あー、まあ5発か。多分次の一発でどっちみち壊れるから、外すか。え、もしかして結構終盤こんなにいるっていうのは違うよね。そういうことじゃないよね。ってなると弓か。いや、登れない。あー、もうそこ行けないのか。ない、物資ない。そしたら、ちょ、リピーターに変えよう。なんかおとなしく行くって感じでもないもんな。ゆびりですよ。よし、行け。そこあるね、アイテムね。取って。やばいね、ショットガンと一発一回外しておいて。
車が一つあったね。シンプルだよ。なんであんたがいんの？俺だけ仲間外れか？ジェシー、ディーナは無事だけど具合悪くて。なんだそれ。まあ平気。広がれ、あっちに行ったぞ。うちゃうちゃいるな。怪我ひどいの？へっちゃら、いきなり襲われてさ、挨拶もなしだぜ。一人で来たわけ？お説教は後。と正真正銘のバカだな。なあ、あそこのトラック。ちょっとマジ？逃げんのに必要だし。確かに。行くぞ。うん、オッケー。慎重第一。ええ、何探せばいいんだ。侵入者。いや、そんなかよ。壁にもっと火つけろってのは。本当バカみたい。あの家を見るか。うん。いやー、トミーじゃなかったんだね。それともトミーはまだ先に行ってるのか。なあ、どうだった？聞いてるか？ケイラ！デレク！来い、行くぞ。死にな！そんな！よし、エリー、マキゲット、行くぞ。行こう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 。おい、で、撃つ側か。アクセル踏んでみて。ちょっと、全然当たんねえじゃん、この銃。あっぶねえ。ぶっかりよ。タイヤを撃って。絶対に逃げろ。やば。ヘッドショット関係ねえな。やった。やべ、危ない。結局か。ほら出して。嘘でしょ。おおプション。やばいやばい、なんで、なんでやられない。
大丈夫？超余裕。 OK、 敵はいないね。ほら立って。サンキュー。こっち。すぐ治るよ。入んないの？あ、行こう。ゆっくり。マリアは知ってるの？言わずに来た。お前ら放っておけないし。具合は？あ、うん、お腹痛いだけ。ほら座って休んだら。やる。自分でできるって。いいから。で、いつジャクソン出たの？1日後。でもオレゴンが大雪で追いつくために毎日18時間も歩いてさ。プレゼント渡して仲直りでいいだろう。バカモンの出るからよってだ。ある？ああ、え、聞いてんのか？うん、聞いてるよ。そうかい。とにかくだ、無視することはないだろう。俺なんて言われなきゃ自分の誕生日ですら忘れんだぞ。とりあえず謝っとけば。でもよ。エリー、何があった？別に。なんで？お前の様子が変だからだ。考え事してただけ。いつでも相談に乗るぞ。はいはい。ってことで、2年前に戻ったね。まあ、一旦ここで止めて、ということで、今回ここまでにしたいと思います。いや、単純に敵の数が多すぎるね。うわ、ストレス特化というか、ちょっと動き方も変えないとかなりきついような感じなんで、いやまた、次は気をつけようかな。多分ね、だいぶダイジェストとかカットが多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ次回も楽しみにしてください。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまったねー。